レイアウトでは、オブジェクトやライト、カメラに対して動き、つまりアニメーションを設定することで動画を作成することができます。今回は、オブジェクトに対して簡単なアニメーションを設定します。この動画では、ライトウェブの標準コンテンツから、ライトウェブのロゴのオブジェクトを使用します。LightWave の標準コンテンツの読み込みについては、 お手軽ビデオチュートリアルシリーズの第16回、オブジェクトの配置をご覧ください。ビュータイプをカメラに設定し、カメラからの視点に切り替えて作業していきましょう。実際にアニメーションをつける前に、アニメーションの基本概念やインターフェースについて簡単に説明します。レイアウトのインターフェースを見てみると、ビューポートの下に、 タイイムラインが表示されています。このタイムラインがアニメーションを表すインターフェースとなりますタイムラインを見てみると左側が0右側が120と表示されていますこれがデフォルトで設定されているシーンの長さとなります長さの単位はフレームとなり左端は0フレームでシーンの開始フレームを表し右端は120フレームで シーンの終了フレームを表しています。タイムライン上に長方形のバーのようなものが確認できます。これをフレームスライダーバーと呼びます。これは現在のフレームの場所を表しています。3D CG のアニメーションは、パラパラ漫画のように、一枚一枚の絵をレンダリングし、それをつなげることで動画として見ることができます。 この1枚1枚の絵の単位をフレームと呼んでいます。ライトウェーブは、デフォルトで1秒間30フレームで構成されています。つまり、1秒間の間に30枚の絵、30フレームが再生されることになります。右側が120フレームということは、このシーンは4秒間の長さのシーンということを表しています。 死因の長さは、任意に変更することができます。死因の長さを変更したい場合には、右端の120の数値を変更することで、死因の長さを変更することができます。この数値を150と入力すれば、5秒の長さのシ死ンということになります。右端の数値を変更することで、死因の長さを調整できますが、左端の数値も変更することができます。 現在は0フレームになっていますので、シーンの開始は0フレームから開始されますが、ここに任意の数値を入れることにより、アニメーションの開始位置を変更することができます。ご覧いただいているシーンでは、0フレームから150フレームまでのシーンとなっていて、画面左側から画面右側まで移動しながら回転するアニメーションのシーンです。左端の 30と入力してみまししょう30と入力したことによりシーンの開始フレームが30フレームからになりますのでアニメーションの途中からシーンを再生することができるようになりますアニメーションとはこのタイムラインの時間の経過に伴ってシーン内に存在しているアイテムの位置や回転拡大縮小または質感など さまざまな要素が変化していくことですがタイムライン上で変化が起きる位置をキーフレームと言いますそれでは実際にオブジェクトをアニメーションさせていきましょうオブジェクトが選択されていなければオブジェクトを選択しタイムラインの0フレーム目のところに黄色いラインが引かれているのが確認できます この黄色いラインがキーフレームを表しています。ライトウェイブではデフォルトの開始フレームであるゼロフレームに必ずキーフレームが設定されています。それではゼロフレームの位置でロゴを画面左側へと移動させましょう。移動ができたら次に タイムラインの120フレーム目をクリックするかフレームスライダーバーを120フレームまで動かしてロゴを画面右側へと動かしてみますそうすると120フレームの箇所にキーフレームである黄色いラインが引かれるようになりました今までと異なる位置に移動した時点で変化が起きたとみなされそこに キーフレームが自動で生成されます。これで、タイムライン上には、0フレームと120フレーム、2つのキーフレームの変化が記録されたことになります。LightWave では、キーフレームの作成には、画面下の自動キーの役割が重要になっています。この自動キーが有効になっていることで、キーフレームが自動で生成されるようになります。 デフォルトでは自動キーは全モーションチャンネルになっているので移動や回転などのすべてのチャンネルに対してキーフレームが作成されることになりますのでこのオプションは有効にしておいてくださいキーフレームとキーフレームの間はコンピューターが自動的にその間の動きを保管して作成しますタイムライン右下にある再生ボタンをクリックするか フレームスライダーバーを動かしてみるとロゴが0フレームから120フレームの4秒間で画面の左端から右端へと移動するアニメーションが作られたのがわかりますこれがアニメーションの基本ですさらに回転も加えてみましょう回転ツールに切り替えタイムラインの30フレームをクリックするか フレームスライダーバーを30フレームへと動かし、30フレーム上でヘディング軸に対して360度回転するよう数値入力フィールドの H に360と入力します。再生してみると移動しながらロゴが30フレームで360度回転し、120フレームまでの間で回転が元に戻るアニメーションになりました。これは 初めに移動ツールで0フレームから120フレームまでキーフレームを作成した時点で回転に対しても0フレームと120フレームにキーフレームが自動的に作成されていたためフレーム途中で回転させたとしてもライトウェブは自動的にその間の動きを保管します現在は左から右へと移動しながら回転するアニメーションなので フレームの途中でオブジェクトを上へと移動させるアニメーションを追加してみましょうタイムラインに30フレームをクリックするかフレームスライダーバーを30フレームへと動かして移動ツールに切り替えます緑の Y 軸のハンドルを上にドラッグして移動します再生してみるとすでに移動や 回転のアニメーションで保管されたアニメーションだったとしてもライトウェーブはキーフレームとキーフレームの間を自動的に保管します。